キチャンネル。じゃあ、こんにちは。さあ、ドラフトチェックも、はい、もう後半戦になりましたけど、終盤になってきました ね。起きてます？ちょっと今、あくびを、大あくびをして、ちょっと何っていうんですか。やっぱあれですね、あのご飯食べて3、40分経ってきた頃が一番眠たくなるんですよ。だって今日12本取んないと、はいはい、またこれ取るだけに来なきゃいけないんですよ。そうです、ね、そんなコストパフォーマンス悪いのしたくないじゃないですか。そうです、ね、せっかく来てんのに。今日12本頑張ったら2週間取らなくていいわけですよ、ね、もう全然取らない。もう、あの、だって視聴者の皆さんはね、はい、いろんな人に聞かれるけど、毎日会ってんですかとか、そうそうそう、どれぐらいのペースで収録してんですかってよく、週何回撮ってるのとか言われるんですけど、どう月2回って言って、って言われてね、月2回、まあ、多くて3回だね。3回ですね。うん。うん、でもうまくいけば2回、はい、そのね、うん、多く撮れればね、はい、っていうところで、でもこうやってやっぱり1回に十何本撮る日がないと2回はきついですね。そう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 、うん、しかもまあシーズン中はね、はい、総チェックがあるから、そうですね、あの週企画ものは3本出せばいいだけだから、はい、12回、はい、あの1ヶ月で、うん、だからまあ2本でいけるんだけど、そうですね、その総チェックがなくなったら20個取んなきゃいけないから、はい、そうなったら3回ぐらい収録しなきゃいけなくなる可能性もあるけども、はい、もう今日ドラフトはもう1日でね、そうです、もう勢いで、うん、勢いでやっちゃった方がいいっていうところで ね、あの知識も新しいですね。そう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 、ということで今日はね、はい、広島です、はい、広島はね、投手3人、捕手1人、内野1人、外野2人ということで、はい、佐々岡監督、黒原は即戦力として考えてますと、完成度も高いローテーションを勝ち取る投手になってほしいっていうところで、うん、なんか何点でしたっけ、ドラフト88点です。背番号、はい、親父ギャグだね。親父ギャグですね。そうですよ、これ読んでて、あれ88点にしておきます、点数って、うん、88点、あ、背番号かってね、うん、そう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 、うん、っていうところでね、はい、1位は隅田君行って、はい、で山下行って法政の、うん、で2回外して黒原投手、はい、まあ、でも黒原投手もね、1巡目指名候補だったんでね、はい、まあ、非常にいい形のドラフト、うん、だからいやでも、はい、え、なんて言ってました僕は。1位はね、小園投手に行くんじゃないかっていうふうに言って、うんうんうん、あとまあ投手野手、うん、まあ、高校生とか育てるっていうふうに言ったんですかね。でまあ、野手は、うん、まあ、楽天に行った吉野選手とか前川選手とか、うんうん、だからまあ、うん、その広島は昨年ね、栗林、森浦、大道、うん、で、小林、美奈木というドラフト1位から5位まで全員ピッチャー取ってるのね、うん、っていうところで、うん、まあもう取るとしたらピッチャー高卒取って、うん、また前剣みたいに小卒剣で育てていくっていうね、うん、ところを、まあ、シュートでもいいんじゃないのかなと。で 今いる選手たち、うん、まあ、野手はね、若くて勢いに乗った林とかね、小園とかね、で宇草、はい、で坂倉みたいにいっぱい出てきたんで、はい、まあ、そこも習って高校生で育っていって、まあ、長期計画した方がいいんちゃうかと思ったら、うん、隅田行ったから、はい、あ、隅田なんだと思って、うん、ちょびっくりしたけどね、はい、で山下黒原行ったから、あ、まあ、どうしても左のね、うん、だ今左の先発って言ったら床田、はい、でそして、玉村っていうところになってくるけども、うん、まあ欲しいんだろうね。ヤクルトと2回とも一緒でしたね。そう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 、うん、で2位がね、はい、あの三菱重工ウエストの、森翔平、はい、選手、はい、だ左左だから左がよっぽど欲しいんだね。うんですね、そういうことですね、うん。2位が、あ、3位が中村健人、はい、外野手、即戦力、また右がね、自動車、ちょっと右がいないのよ、はい、外野もね、うん、大森とか、うん、野間とか、はい、宇草とか、うん、全員左だからね。あ、本当だ。だからそういった右がいないから、まあ、右がね、こう欲しいところで、うん、まあ、この中村だったんじゃないのかなっていうね、うん、ところと。で4位が、田村俊介、内野手、愛工大名電、はい、投手としても最速145キロ、うん、プロでも二刀流挑戦を希望してるらしい。自身では言ってるんですよね、両方やりたいっていうふうに。座右の銘すごいよ、結果がすべて。おお、いいね、いいね、と同じタイプじゃないですか。匂いはするね、うん、あとは本当にね、それをね、実現できるかどうかっていうところだからね、はい、で5位投手、松本龍也、智弁学園から本田鈴鹿、うん、最速151キロのストレート、球速表示以上の伸びを見せる、整った方にも定評がある、うんうん、リリーフかな、ひょっとしたらね、うん、そんなんか気がしますね、ね、感じでね、うんうん、だからちょっと今年リリーバーがね、うん、あの栗林はいいんだけど、はい、最初ね、森浦とか大道も良かったんだけど、ちょっとそこがバタついてね、うん、感じでしてるから、ちょっと中リリーフも厚めにしたよね、はい。で6位、末金翔太選手、あ、珍しい名前、高松商業から豊大大阪ガス、はい、外野手、うん、社会人野球で大躍進し4番打者、日本一に貢献、日本人バネにした大きな体格が特徴で、放たれる打球は必見だと。188センチ、
まあ、ここも右だからね、はい、だから右が欲しいんだよ ね、 そうですね。で鈴木誠也の FA 問題っていうのも出てくるからね。あ後々ね、後々まだですけど、うんうん、後々出てくるからね、はい、そういった面でのまあやっぱ右確保だね、うんうんうん、で7位キャッチャー、はい、高木翔斗、うん、県立岐阜商業、スケールの大きい力強い打撃が持ち味、大型捕手、リストが柔らかくて広角に出る、高校通算20本本塁打、うん、なんか一番評価高かったらしいよ。え、そうなんですか。キャッチャーで。キャッチャーで。へえ。でもなんか甲子園出た時にあんまり結果残せなくて、ちょっと評価が下がっちゃったっていうところらしくて、うんうんうん、だからまあ投手さんに捕手1人、内野1人、外野2人で、育成選手が新谷総、はい、田辺、和歌山投手で、2位が前川聖太、はい、敦賀気比内野手、うん、3位が中村来生投手、高岡大地、うん、4位が坂田玲、中部学院大学っていうところでね、うん、育成はピッチャー3人と内野1人っていうね、はい、ところで、すごい、あの社会人4人取ってますね、支配下だけで、うん、だからやっぱりね、うん、もうこれはね見えるメッセージがあるんですよ、はい、来年絶対勝つもうこの今年のルーキーたちの力を得て、うん、絶対勝つと、うんうん、ちょっとね、うん、危ない傾向にあるねそうですかやっぱりね、はい、ドラフトで、うん、来季の命運を託すのはもう一番危険なパターンなのよ。日本ハムさんがその匂いを感じて、あの川野流星、あの立野とかね、あのラインの時に、伊藤博美投手は良かったですよね。伊藤は去年だからね、その一昨年のやつだから、そう、上位4人大卒社会人で、あのもう投手集めてなんとかやるっつって、なんとかなんなくて今もう低迷中だから、ちょっとなんか匂いが危ないね、うんうん、だって去年だってよ、去年ドラフトも大泉豊広島、はい、栗林、森浦、大道頑張れてるからね、うん、上位3人、こんな珍しいから。確かに。でまた今年の人たちに命運託すんでしょ、うん、はい、2年で6人の新人に命運託すのよ、はい、おいおいおい、いる選手頑張んなきゃ、ちょっとあのドラフトに命運かけすぎてる匂いがするね、うん、結構もう新人頼みになってきてる感じで、うん、悪くないよ、うん、いいドラフトよ、いいドラフトだけども、はい、俺は根本的に新人を誰も信用しないから、うん、出てきてくれたらラッキーっていう、ね、去年の栗林投手なんかもう最高でしたね、うん、そう、うん、だからそこのね2番煎じでね、うん、今回もっていうね、はい、匂いをすごい感じるけど、はい、ちょっと危険性あるね。そうですね、うん、でもどうなるのかだけどね、うん、でもどう見てみないと開幕レゼ開幕、あ、森君は登ると思います。開幕、はい、先発先発で、お、先発、はい、3戦目ぐらい投げると思います。そうなん、早くない？もう投げると思います。だってお前、大瀬良、森下、いいんで大瀬良、森下、どこだ、そんなに争わして、ちょっとオープン戦、うん、で、高橋光也、玉村もいる、左、いや、来ると思うんですけどね。で、最初のカード3戦目だ。まあ、でも新人はね、あの3戦目来やすいんだよ、はい、デーゲーム日曜日、うん、そこ狙ってんの。そこちょっと黒原ってなくて、いや、もう森くんじゃないかなっていう。じゃあ、浜田さんは。そうですね、うん、でもこう、なんかお顔をパッと見た感じだと、私も森翔平投手なんか来そうだなっていうね、うん、感じはあるんですけどね。でも先生と被っちゃうからな、うん、被っちゃうから、じゃあもう松本龍也投手がリリーフでフル回転。おーい、あるねある、こういうところから来るんですよ、リリーフとかで。俺もそこ狙ってたけどね。本当ですか。じゃあまあいいよ、俺はこれいくわ。じゃあ、はい、中村健人、はい、末金翔太、はい、競い合ってどちらかが開幕一軍います。どっちですか。じゃあ末金翔太。おお、同じ四国なんでそっから香川なんで、大阪ガス、うん、6位、うん、をが開幕一軍。はい、でも迷ってるらしいですよ。ん、結婚して奥さんがいるので入団すぐ考えてほしいです。そうなの。え、すべかねさん、あ、よく考えてから決断するっていう感じです。へー、そうなん、その可能性が出てくるんです。だって大阪ガスもいい社会じゃないしな、やっぱ一生あるからね。で、25歳、いやもんな、はい、来年26やもんな。そっか、それは考えるな。考えるって話です。将来のこと考えると、大阪ガスにずっと就職してた方がと。まあ、そこはね、家族がいるからね、うん、でプロにかかったっていうのは嬉しいけどね、うん、そうなん。じゃあ俺はもう、そのもしね、はい、プロ入りを決めたら家族の思いも背負って俺も応援するわ。
そうですね、うん、でももうプロに入る決断したらやっぱ家族を養うとか守るっていう意味も込めてすごいパワー出すと思うんですよ、うんうん、そう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 、一軍かもしれないですね、うん、それで俺はじゃあ応援するわ、はい、わ、うん、かりました、うん、じゃあ私は松本龍也投手が、うん、あるよ、ありますね、うん、うん、先生は森ね、はい、開幕ローテーション3戦目ね、はい、オッケーオッケー、よし、おー楽しみ、これでちょっと予想すると楽しみ、ね、いいね、うん、じゃあ、はい、来年の開幕が待ち遠しいですね、はい。